はい。おお、マジで入ります。野球YouTuberの向こうです。はい、植木です。そうです。よろしくお願いします。お願いします。はいはいはい、今回はですね、そうくんをお招きしまして、はい、ちょっとね、あの公式でここ1年最近さ、ちょっとしか動画に出てなかったから、今回はね、そうくんのピッチングと、あとそうくんとさ、対決したいなと思って。おお、いいですね。で、実はね、もう一人あのスペシャルゲストを呼んでる。早速呼んじゃっていい？はい、お願いします。アザラシカモーンヌ。私です。いやいや、皆さん覚えてますか？1年ぶりの登場、アザラシコタロウです。よろしくお願いします。いや、ちょっとね、向こうチルドレンの、はい、元祖向こうチルドレンといえばヒロムかアザラシ。この2人なんですけど、あとユウトもね、ユウトは最近もうめっちゃ出てるんで。そうですね。ちょっとコタロウ、お前さ、何？声変わりちょっとした。ちょっとですね。ね、で身長ちょっと伸びすぎた。何センチ？今。172ですね。正規。なんかドーピングかなんかやった。怖い怖い怖い。で、お前最近頑張ってたの？はい、1年間何やってたの？野球すると。野球やってた。はい、で動画になんか出れない、まあ、理由がいろいろあったんだけどね。はい、まあね、まあ、ついにね、もう1年ぶりに解禁ということで、あのスーパーノーヒットノーラン少年のね、190万再生いってる。あの、うん、現在の小太郎の今っていうのをね、あのピッチングと。はい、あと今日解決をやらせてもらっていい？はい。ちなみに今日対決したい人誰？全員全員っす。小太郎とソークのピッチングで、あと俺たち対戦してもらおう。そうです。で、あと小太郎ピッチャーでソークバッターとか、いろんなバリエーションがあると思うので、今日は一緒に、ね、野球やっていきたいと思います。はい、それでは動画をご覧ください。よろしく。 OK。 はい、というわけでね、じゃあ小太郎の球をまずはね、受けていこうと思います。公式やってるもんね。はい、公式チームに入ってるから球種増えた。はい、まあですね。え、中学校、小学校まではスローボールとストレートだったの。はい。で、今何投げてるの？チェンジアップとカーブとスライダーですね。あ、チェンジアップが結構あれだね。そうっすね。あ、最近気に入ってんの。はい。じゃあまずはちょっとストレートからいこう。はい。よし、よろしく。よし。じゃあ。お、回転変わってるやん、前の。縦回転になってますね、縦回転。キャッチングどう？いいっすね。7番さん、上から目線。今日は久しぶりのピッチングなんで、多分力んでると思います。久しぶりのカメラ。はい。あれ？ああ、痛った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 。やっぱ公式痛いっすわ。お前なんか今、変化したよ。ないっすよ。ジャイアボール。いや、今痛かった、やばい。カーブ、おい、おい、やばい。
やばい、お前いつの間に次のいいよ。あー惜しいな。ちょっと俺うんこしてから。ちょっと今向こうさんうんこ言っちゃったんで僕が開けます。カード、カード、はい、いい、いい球、はい、目線変わったの、はい、おー、いい、なんかね、伝説のチェンジアップを身につけたらしいんで、ちょっとチェンジアップ投げてもらいますわ。よし、さあ、これ、新しい、バレやすいけど。もう一回チェンジアップ、チェンジめっちゃいいよ、完璧、ラストスライド、いいね、さあまっすぐ来い、ナイス、いい感じ、はい、というわけでちょっと見てもらいましたけども、いいね、yes. 1年間でやっぱ成長してますね、yes. 僕がいないところで伸び伸びやってたんじゃないですかね、yes. 変化球って最近覚えたよ、はい、最近、いつから中学入って、はい、中学入ってチェンジアップめっちゃいいよ、はい、で何自分で頑張ってなんかコーチとかからやっぱ教えて、はい、やっぱコーチなんですよ、本当、はい、やっぱ全然違う、はい、いいね、ちょっとこの後ちょっと打たせて、はい、大丈夫、はい、じゃあこの後対決しますので、はい、よろしくお願いします、はい、よし